でそうした三国史を今日に伝える者には2つの三国志がございます日本で一般に言われている三国史というものはこの三国志演義に基づく小説に中心が置かれているわけでありますけれども歴史的な事実を伝えているものはこの鎮守。 という人が表した聖詩三国詩三国詩というものは時代が終わってからすぐに書かれたいわば現代史になるわけであります、はい、こんにちは、えー、私は早稲田大学文学学術院の渡辺義弘と申します、えー、今回は三国詩の基本的な概略をお話ししていきたいと思いますまず三国時代 というものは、中国の3世紀の時代なんですがどんな時代であるかを概略ご説明したいいと思います。最初に出ております「全漢五漢」という国家がございますがこれが漢字あるいは漢民族。 という言葉の語源になっている中国を代表する古典的な国家なのでありますただ400年も続いたことによって漢の支配というものに限界がすでに訪れていて時代が大きく変わろうとしていたわけであります具体的には五漢 の末期に昆金の乱というものが起こりその昆金の乱から始まっていく戦乱というものの中で、えー、三国時代へと移っていくわけですがその際に二つのの大きな戦いといとうものがありました一つが漢との戦いという200年の戦いであってこの戦いでこの曹操が基本を築いていく国家が魏という国家になります。 しかし曹操が中国を統一しようとした際に二百八年ですが、赤壁の戦いという戦いで曹操が敗れていきます。曹操を敗った主力となった孫権が建てました国家が呉、劉備が建てました国家が蜀ということになりまして、二百二十年以降この呉、蜀、呉の三国が並び立っていく三国時代、このような時代へと移って行くわけでございます。 で三国時代はこのように地図で見ていただきますと魏、えー、と呉と四色が大体、えー、いい1対1対1ぐらいの大きさで存在しているように見えるわけでありますけれども、えー、古代中国というのはここに黄こ河という川が流れるんですけれどもこの黄河の流域いわゆる河北というものが、うん、生産の中心でありました。 こちら側の長江というものの方が発展していくのがこの三国時代から後なのであります。したがって五冠という三国時代の前の中国王朝は13の州からなっていたのでありますがこれで言うと9対3対1そのぐらいの比率になっていきます。それが元々の 国力のあり方だというふうに考えていただいていいと思いますしたがって義が優勢であるということは圧倒的に明らかでありますからこの語と職が手を結んで義と戦っていくこのような形が三国時代の基本的な形となっていきますしかしながら義というものやあるいは語や職が三国を統一できたわけではなく三国を統一していくものは義から出てまいります真 芝居という、えー、諸葛亮と激しく戦った人のお孫さん芝園が作った「清という国家でございまして、えー、三国国はいいずれもこう中国を統一すすることがでできないんですねでそうした悲劇性というものが、えー、物語になった時に我々日本人にも非常に深くこう訴えるものがあったんだろうそんなふうに考えております。 でそうした「三国志」を今日に伝えるものには2つの「三国志」がございます。それが歴史書としての「三国志」もう一つが歴史小説としての「三国志演義であります。日本で一般に言われている「三国志」というものはこの「三国志」演義に基づく小説に 中心が置かれているわけでありますけれども歴史的な事実を伝えているものはこの陳寿という人が表した「うん、聖子三国子」。 あまり正確ではなくて三国志という歴史書が聖史と位置づけられていくのは唐の時代この後400年ぐらい経ってからになるんですねまあしかし聖史三国志と呼び鳴らすことが普通でございますのでこのままご説明をさせていただきたいと思いますでこの珍珠 という歴史家でございますがこの人は三国を統一しました清清清の時代3世紀の末を生きた人でありますしたがって三国史というものは時代が終わってからすぐに書かれたいわば現代史になるわけでありますしたがって言ってはいけないこと書けないことそういうふうなことも多かったので、えー、簡略ではありますけれども少しこう物足りない部分というものがあります 現在の三国志には廃勝詩という人がつけた中がついてありまして、えー、三国その陳述が捨てた記録を廃勝詩が拾ってくれることによって我々は、うん、三国時代の具体的な形を見ることができるわけであります。 ただ正史というふうに言いますと正しい歴史というふうに読みがちでございますけれどもこれは正当な歴史書というふうな意味であります。つまり歴史書書はなぜかかれるのかということになるとこの3つの国が並んだ時にはどの国が正当なのか。陳述にととって精神という国家の正当を 保障しているのは精神が出てきた義という国家でありますから義という国家を政党というものに置く具体的には義を作った曹操の悪事は書かないしかもその精神というものを作っていく芝氏というものの悪事も書かないできれば芝居というものの功績を非常に高く書きたいということで芝居が一生懸命防いだ諸葛亮の侵略その諸葛亮というものを非常に強い 人に描いていてきますしあるいは芝居は両党の公孫子というものを施していくわけなんですがその結果入ってきた倭国その倭国というものをですね南方の大国に描いていくそういった傾きを持ったどんな歴史書も変更を持っているわけでありますが三国史はその芝居に関わる部分にかなり大きな変更というものを持った歴史書になっています。もう一つの特徴は 陳珠という人は実はこの「儀」「食」「語」で申しますとこの「食」の出身なんですね。えー、従ってそのがっでその表現というものはかなり難しく表現されている「春秋の筆法」という言葉で言うわけでございますがはっきりとは書かないんですね。例えば劉備が作ったこの「食」というふうな国家は正式な名称は「漢」。 末っ子の漢という意味で「間季節の季という字を書きますが末っ子の漢という意味で間とも言うわけでありますけれども陳述は義書官書御書書御とというふうふにそれを書くことができないなぜかと申しますと漢というものが正当だっていうことを官書と書くと言ってしまうことになるので漢というものはあくまでも職にできた地域政権だ。 そういうふううふなことを書こうとと書していたわけなんですでそうしたこの鎮守の三国志の書き方というものに猛然と反発したのが南宋の12世紀の話になりますが南宋の朱子という人なんですね。朱子学を始めた朱子という人でございます。で趣史学を始めた南宋の時代というものは北宋の時にはこの中国全体を支配していたんですね。とところが南南いうものは南 こここちらら側からここしかしし支配してないなで習氏はなんとか北にある金という異民族国家を倒してそして南宋が北伐をして中国を統一したいそのことを理想と考えていたわけであります。ところが習氏は学者でございますので軍隊を指揮する能力はないそうした時に歴史を見ていくとここにあった漢という国家が 北伐を進めていくそして義を滅ぼして漢を統一しようという努力を一生懸命しているわけですねそうしたものを見たときに朱子、うん、はこの国を漢と呼び帰漢と呼んで、えー、義あるいは語というものには正当がなく食こそ食漢にこそ正当というものが存在するんだそのような学説を作り上げていきますやがて朱子学は 民心という時代の漢学となり日本にも入ってお上の学問となっていったわけでありますその民心時代に流行したものそれが三国志演義という歴史小説なのでありますしたがって歴史と小説ですからもちろんフィクションがあるフィクションはなるべくないようにするそういうふうな決定的な違いというものは存在しますが何よりもこの二つというものを 違わせているものは政党観、どの国家を政党と考えるのかということであります。ラカンチューはラカンチューという人はよくわからないんですけれどもね、えー、ラカンチューというふうな人が書いた三国志には小説というふうな言葉は。 これ差別用語というかくだら「なないい読み物う意味んですねくだらない読み物うう、ね」み物の作者のことがよくわかるわけはないので羅漢ー個人のことはよくわからないんですがその羅漢ーに代表されていく三国志の物語をまとめていこうとした人々は朱子学にのっとって職を正当としていく物語これを書いていくことになります。そして職の中でも 諸葛亮諸葛孔明というものを極めてよく書いていく天才軍師としてて書かれていきますそしてもう一つは民進時代に神となっていた寛吾という劉備の武将がいるんですがその関吾というものを非常にですね見事にその義というふうな特目とともに描いていくんですね。ここのの諸葛亮と関羽のところに フィクションの大部分が用いられているそれが三国志演義というものの小説になるわけでございます次回はこの二つの三国志によって伝えられている三国時代が具体的にどのような時代であったのかそのことをお話し,してまいりたいと思います